土佐坊正まは、平安時代末期の僧、武将。大和国幸福事魂合同の同州で、年貢問題で、大和国針りの将の代官を用ちにしたことから、大番役として上落していた、土井實平に預けられる。實平に伴われて、関東に下校した後、源頼朝に侵入し、御家人として自称、樹英の乱に参加した。 よりともと弟の源義経が対立した文治元年、よりともは家にいる義経を中するべく、御家人たちを召集したが、名乗り出る者がいなかった。その折、正俊が進んで引き受けて、よりともを喜ばせた。正俊は、出発前、下谷国にいる老母と乳児の行く末をよりともに託し、よりともは彼らに下谷国の中泉層を与えている。正俊は、 弟の三上や六八八十三期の軍勢で十月九日に鎌倉を出発し、十七日に京の義経の館で、ある六条室町邸を襲撃する。義経の家人たちは出払っていて手薄であったが、義経は佐藤忠信らを伴い自ら撃って出て応戦した。後に、源の雪への軍勢も義経に加わり、敗れたまさは、 倉間山に逃げ込んだが、義経の老頭に捕らえられ、26日、家人と共に六条河原野で強手された。義経は襲撃翌日の18日に、頼朝追悼の戦時を、後白河法皇から受け取ると、直ちに挙兵の準備を開始した。なお、東鏡によれば、頼朝は正都に対し9日間で上落するように、 命じているが、吉爪の元には13日に暗殺計画が伝えられており、同日に吉爪は、後白河法皇に、頼朝追悼冷戦時の直居を求めている。したがって、吉爪らは、正都市の襲撃をあらかじめ知って待ち構えていた、可能性が高い。文治元年9月17日六条堀川陽内の図、また、正都市の出発と入れ替わるように、 源ののりより、佐々木さ綱らが、自称、樹衛の乱に従軍していた、御家人を連れて、京都を出発、関東に帰還しており、吉経とその配下の従軍者との引き離しを終えていた。さらに、頼朝追悼の戦時が出されたことを報じる死者が、鎌倉に着いた22日には、勝長寿院にて24日に開かれる、予定の源の義友の法要のために、 各地の御家人やその労働が鎌倉に集結しつつあった。これらの状況から、頼朝による正俊派遣の目的は、義経暗殺そのものよりも、義経を挑発して、頼朝に反旗を翻す口実を与えることであったとの見方もある。なお、正俊が頼朝から派遣された資格であるとするのは、義経側の主張であって、変産物である、あず鏡や、 平家物語が示すような鎌倉側の動きを立証する同時代資料は存在しない。このことから、兄、頼朝との対立を避けられないと考えた義経が、先に頼朝追悼を決意した結果、在京あるいは、機内周辺に拠点を持つ御家人が動揺し、その中にいた佐、土砂坊正まと三上焼兄弟らが、頼朝への忠義から率先して、 義経排除を決意したとする説もある。平時物語において、源の義朝の死を愛称である、時は御前に伝えた、老頭、金納丸を正俊と同一人物する説があるが、資料においては確認されていない。伝説では、正俊イコール金納丸は、時は御前と共にいた、幼い義経を覚えていたため打つことができなかったと、される。 知根記念渋谷区郷土博物館、文学館の研究によると、近納丸の実在を証明する確実な資料は存在しない。近納八和宮が鎮座する東京都渋谷は、正都の祖父であり、漢武天皇の孫高持王の子孫と名乗る秩父党藤の川崎加者元家が、前9年の役での武功により、永正6年に与えられた武蔵国、豊島軍国政省にあたる。また、 同神社は渋谷市歴代の居城渋谷城の一部で、漢字六年に元家が木内の一角に創建したと伝えられる。今も神社の一宮には金納丸を祀る金納丸陰堂があり、傍らに渋谷城、鳥出の石と伝わる石くれが残る。ザ at ・ナイト・アタック・アット・ a リカワイン堀川院六条温泉、セブンティーンスデーオブザナインスマンス、1185、ミュージアムオブ、 ファインアーツ、ボストン、岸沼和則、源義経の挙兵と、土砂防襲撃事件、源の乗り,り P り P257 から269、東京の情景渋谷上混納丸はいたのか、東京新聞長官2018年5月3日2018年12月19日、閲覧。ありがとうございます。